はい、どうも、銀南と申します。探偵神宮寺三郎赤い目の虎、今回で3回目です。では3章の始めからです。ある日突然俺の前に一人の少女が現れた。俺をパパと呼ぶその少女は、地下カジノで起きた売上金強盗実験の調査を依頼した大貫恵子の娘和歌であった。娘を残し消息を絶った恵子、その行方を追う中で彼女の失踪がどうやらカジノ強盗の犯人と思われる元夫に関係していると分かった。そんな矢先、俺は何者かに後をつけられた。鋭い眼差し、仇の人間とは思えないこの男の正体は神奈川県警の刑事であった。刑事は和歌の父親神谷忠を追っていた。カジノ強盗がようやく明るみになったのかと思ったが、どうやらそうではない。神谷にかけられていた容疑は殺人。次々と明らかになる事実、それらに困惑する中、追い打ちをかけるようにしてとんでもない知らせが舞い込んできた。ヨドバシ署、恵子の血痕が発見された。その知らせを片山刑事から聞かされた俺は、陽子君と和歌に事務所に戻るように伝え、片山刑事と共にヨドバシ署に駆けつけた。募る不安、一体恵子の身に何が起きたというのか。でも血痕だけでよく恵子のものだって分かったよね。新宿ヨドバシ署は張り詰めた空気で覆われていた。クマさん、神宮寺君、どうしたんだね、随分と慌てて。恵子の血痕が発見されたというのは本当なのか。恵子？大貫恵子ですよ。ん？あなたは？先ほど連絡を受けました神奈川県警の片山です。あなたが片山刑事ですか。ヨドバシ署の熊野です、よろしく。それでなぜ神宮寺君と一緒に。それはこの探偵さんから聞いてくださいよ。神宮寺君、一体どういうことなんだ。どうする。話す。誰と話す。熊さん、何を話す。恵子のこと。熊さん、片山刑事が追っている神谷という男のことは聞いているか。その件なら聞いている。うちの署で捜査を協力することになったもんでな。どうやら神谷は新宿に潜伏しているようなんだ。その神谷の元妻大貫恵子が俺の大学時代の後輩なんだ。神宮寺君の知り合いなのか。そうか。熊さん、教えてくれ。恵子の血痕が発見されたというのは本当なのか。本当だ。ん？詳しく聞かせてくれ。何を話す。恵子の血痕のこと。恵子の血痕が発見された経緯を聞かせてくれ。ああ、大貫さんのものと思われる血痕は銃声を聞いたという通報を受けて現場に駆けつけた警察官により発見された。恵子の姿は誰も見ていないのか。ああ、警察官が駆けつけた時にはもう誰の姿もなかったとのことだ。血痕の量から見てかなりの出血、己の意思で現場から離れたとは考えにくい。襲った奴が連れ去ったと考えるのが妥当なところだろう。待てよ、熊さん、なぜわかったんだ。誰も恵子の姿を見ていないというのになぜ恵子の血痕だとわかったんだ。まあそれな。おかしいじゃないか。いや、大貫さんの血痕だと言える根拠があるんだよ。
根拠？何を話す？根拠について。恵子の結婚だと言える根拠というのは？結婚のすぐそばに落ちていたカバンから大貫さんの免許証が見つかった。それと残された血痕が大貫さんの血液型と一致したんだ。信じたくはないだろうが、状況から見てほぼ大貫さんの血痕と言って間違いない。かなりの出血だと言っていたな。ああ、一刻も早く見つけ出さなければ命に関わる恐れもあるそうだ。わかった、ありがとう。神宮寺君、神谷だよ。神谷がやったんだ。神谷がやった？どういうことだ？どうする？話す。誰と話す？片山、急にしゃしゃってきた。神谷がやったというのは？あいつが大貫恵子を撃ったんだよ。そんな、別れたとはいえ元夫婦だぞ。夫婦間での殺人なんて珍しい話じゃない。それにあいつはすでに一人殺している殺人者だ。殺人者？誰と話す？片山。何を話す？神谷のこと。まだ聞いていなかったが、神谷がかけられている殺人容疑というのは？神谷が以前働いていた会社の同僚、田村マサかな？の殺害だ。これが5日前に殺された田村の写真だ。会社の人間の話だと、神谷は田村に借金をしていて頭が上がらなかったそうだ。動機は金ということか？ああ、単純な動機だ。まさか動機だけで犯人だと決めつけたわけじゃないよな。もちろんだ。田村が殺される直前、神谷と一緒にいたという目撃証言もある。それに行方をくらませていることが何よりもの証拠だ。あいつが田村を殺したんだ。田村は拳銃で撃たれ殺されていた。大貫恵子と同じようにな。恵子はまだ生きているだといいがな。熊野さん、ちょっと聞きたいんですが。何ですかな？現場から銃弾は見つかっていますか？ええ、今鑑識に回しているところだが。そうですか。では銃弾に刻まれた線条痕の調べが進めば、田村殺害に使用された拳銃と大貫恵子を撃った拳銃が同一のものだとはっきりするな。一応神宮寺一般人だけど、一般人の前で普通に刑事が会話をしている。熊野さん、いつまでもこんなところで油を売っていても仕方がない。行きましょう。探偵さんよ、後のことは警察に任せて家でおとなしくしてろ。神宮寺くん、任せてくれ。絶対に大貫さんを見つけ出してみせる。そう言うと片山刑事と熊さんは署内の奥へと消えていった。家でおとなしくしていろだと？ふざけるな。どうする？考えます。恵子を撃ち連れ去ったのは本当に神谷なのか？どうも引っかかる。神谷が恵子を撃ったとしたらなぜ連れ去る必要がある？だいたい血まみれの人間をどうやって連れ去ったんだ？誰にも見られないで大人の女を連れ去る手段としたら、連れ去り手段は？おんぶとか車。おそらく車だろう。わざわざ車を用意する計画的な犯行。神谷がそこまでする理由があるのか？
これは神谷が稽古を打ったという片山刑事の考えに疑問を感じていた。では一体誰が稽古を？考えを巡らせる中、俺の脳裏にある組織の名が浮かんできた。それは、その組織は曽根田組。曽根田組、すべては曽根田組の地下カジノゼロで起きた売上金強盗事件から始まっている。カジノ強盗事件の犯人である神谷、その元同僚田村の死、そして神谷の元妻である恵子の連れ去り、これらの事件をつなぐ見えない糸が、曽根田組、その可能性は十分にあり得る。曽根田組の動向を探ってみて損はないだろう。そう考えた俺は、あいつの力を借りようと決めた。こんな時、力になってくれる存在といえば、力になる存在は今回ちょっと頼りすぎなんじゃない？今泉。明治組の今泉だ。曽根田組を忌々しく思っている明治組なら力を貸してくれるだろう。この件が明るみになれば曽根田組は痛手を負うはず。明治組にとっては喜ばしいことだからな。どうする？じゃあ持ち物。携帯電話を使えなかった移動だった、ごめんごめん、移動。そうだ、今泉のところに行く前に陽子君にも連絡しておこう。どうする？ここで持ち物だった、ごめんなさい。携帯を使います。俺は陽子君に事情を伝えるため事務所に電話を入れた。トゥルルルルルルトゥルルルル。はい、こちら神宮寺探偵事務所です。陽子くん、俺だ。先生、さっきはすまない。詳しい事情も話さず事務所に戻らせて。いえ、それで何があったんですか？実は恵子のものと思われる血痕が見つかったんだ。え？それで恵子さんは？何者かに連れ去られた。そんな。俺はこれから恵子を探す。だから陽子くんには若の面倒を見ていてもらいたいんだ。はい、わかりました。それとこのことは若にはまだ。わかってます。ありがとう。では頼んだ。先生、必ず恵子さんを見つけ出してください。ああ、見つけ出す。俺はそう答え電話を切った。必ず、必ず見つけ出す。どうする？移動します。どこへ行く？明治組。俺は今泉に会うため明治組へと足を向けた。新宿一帯に島を持つ関東明治組。任侠道を活動の精神とするこの組織は、その名が示す通り歌舞伎町の組織の中でも有数の歴史を持っている。どうする？移動。どこへ行く？中に入ります。俺は明治組事務所に足を踏み入れた。明治組に入ると筆頭若頭である今泉が俺を出迎えた。神宮寺さん、今日はどうしましたか？たびたびすまない。お前に頼みたいことがあってな。一体何です？私にできることならお手伝いしますよ。どうする？話す。誰と話す？今泉。何を話す？頼みたいこと。お前に頼みたいのは、曽根田組の中で近頃不審な動きを見せている奴がいないか調べてもらいたいんだ。曽根田組？カジノコートの件で何か問題でも？詳しい話を聞かせてください。
何を話す？稽古のこと。俺の大学時代の後輩が何者かに撃たれ、今もどこかに監禁されている。もしや、それに曽根田組が関与しているというんですか？ああ。カジノコートの調査を俺に依頼したのが彼女なんだ。そして彼女の別れた夫はカジノ強盗犯。曽根田組が経営している地下カジノゼロに押し入った強盗犯。何ですって？神宮寺さん、どういうことです？おそらく彼女は元夫が強盗犯かどうか確かめるためにカジノ強盗の調査を俺に依頼したんだろう。そして調査報告を受け確信した。元夫が強盗犯であると。つまり元夫がしでかした事件のせいで曽根田組に監禁されたということですか？俺はそう睨んでる。頼む、力を貸してくれ。彼女はかなりの傷を負っている。一刻も早く見つけなければ命に関わるんだ。わかりました、神宮寺さん、そういうことなら任せてください。すまない。それで神宮寺さんはこれからどうするんですか？俺は地下カジノゼロに乗り込む。神宮寺さん、無茶はいけませんよ。ああ、わかってる。バカな真似はしない。安心しろ。それじゃあ、頼んだぞ。はい。どうする？じゃあ、移動しよう。移動。どこへ行く？繁華街。地下カジノゼロに乗り込むため、俺は新宿歌舞伎町へと足を向けた。いつの間にかあたりはすっかり暗くなっていた。街はネオンで着飾り、昼とは異なる華やかな姿を見せる。どうする？見る。何を見る？雑居ビル。カジノへと続く扉の前に男が立っている。店に入るために必要な合言葉は確か丸だったな。どうする？話す。誰と話す？男。すまない。何でしょうか？店に入りたいんだが。合言葉は？丸だ。いらっしゃいませ、楽しい夜をお過ごしください。ああ、ありがとう。分厚い扉が開かれ、俺はその中へと足を踏み入れた。カジノゼロ、扉を一枚隔て、そこにはビルの外観とはまるで異なる華やかな世界が広がる。毎夜多額のお金が動くこのカジノを中心に全ての事件がつながっている。どうする？見る。何を見る？客たち。ゲームに興じる客たちを見回すと、その中に俺は横山の姿を見つけた。やつなら曽根田組の情報を何か掴んでいるかもしれない。どうする？話す。誰と話す？横山。横山。ん？あ、またあんたかよ。あんた、俺の追っかけ？今度は一体何なんだよ。お前に聞きたいことがある。またかよ、いい加減にしてくれ。頼む、協力してくれ。どうしたんだよ。今日は随分と腰が低いじゃんか。何かあったのか？恵子の血痕が発見された。え？恵子の血痕？恵子って美月さんかよ。ああ。それで、美月さんは？撃たれた後、何者かに連れ去られた。なんだって？マジかよ。おい、探偵さんよ。
俺にできることなら何でも協力する。聞きたいことがあったら言ってくれ。どうする？話す。誰と話す？横山。何を話す？曽根田組のこと。曽根田組の中で近頃不審な動きを見せてる奴はいないか？曽根田組？曽根田組が美月さんの件に関与しているのかよ、関係しているのかよだった。俺はそう睨んでいる。なんでまた？恵子の元夫がこの場所で起きた強盗事件の犯人なんだよ。マジかよ。それじゃあ別れた旦那のせいで美月さんは、おそらく。マジかよ。恵子はかなりの傷を負っている。一刻も早く見つけたい。何でもいい。気づいたことがあったら教えてくれ。不審な動きを見せているやつ。そういえばここ何日かあの男の姿を見てないな。あの男？何を話す？男のこと。あの男というのは？よく入り口の前に立っていた曽根田組の構成員だよ。入り口の前に立っていた男。俺は記憶の糸をたどった。入り口の前に立っていた男。この人？あいつか。今のところ俺が気づいたのはそれくらいしか。悪い。そうか。いや、いいんだ。ありがとう。あ、そうだ。東堂さんなら何か知ってるかも。あの人なら商売がたきの曽根田組についていろいろと調べてるんじゃないかな。なるほどな。いい考えだ。東堂さんって仇なの？ん？この時間だと東堂さんは多分バーにいるよ。あの人、クラブに来る前に一杯やってくる人だから。わかった。当たってみる。そう言って出口に向かおうとしたその時だった。俺は意外な人物と再会した。あんたは。あれ？刑事さん来ちゃってここに。どうする？話す。誰と話す？片山。あんたは。なんでお前がここに？それはこっちのセリフだ。なんでこんなところにいる？俺はこの店に田村と神谷が出入りしているという情報を得たから来たんだ。お前はどうなんだ？決まってるだろ。恵子の行方を探しているんだ。ふん。それなりの情報網は持っているようだな。だが名探偵を気取るのはよせ。お前は所詮一般人。余計な真似はするな。わかったか？それには答えない。ふん。そう言い残すと片山刑事は店内で情報収集もせず店を後にした。その姿は、大口を叩いてはいるが、まるで俺から逃げているかのように見えた。なあ、探偵さん。ん？田村さんがどうかしたのかよ。お前、田村を知っているのか？どうする？話す。誰と話す？横山。何を話す？田村のこと。なんで田村のことを知っているんだ？さっきのおっさんも言ってたでしょ？田村さんはここの常連。そんで俺もここの常連。知り合いでもおかしくないでしょ？確かにそうだな。それじゃあ神谷のことも知っているのか？ああ、何回か会ったことあるよ。田村さんが連れてきたんだ。
もしかして、そういえば最近田村さん見てないな。どうしたんだろう。田村は殺されたよ。え？神谷に容疑がかかっている。マジかよ。驚くのはまだだ。神谷は恵子の元夫。元夫だ。元夫？じゃあ、神谷がこの店の売上金を奪った強盗犯ってことか？ああ。そしておそらく田村は、共犯者。強盗の共犯者だ。嘘だろ？わけわかんねえよ。いや、少しずつ見えてきた。それぞれの事件をつなぐ糸が少しずつ見えてきた。俺は恵子につながる新たな情報を得るため、横山と別れ、東堂がいるバーへと足を向けた。ジャズの音と甘い酒の香りに包まれた店内。普段ならこの空間には、俺の心を落ち着かせてくれる不思議な力があるのだが、どうやら今の俺にはその力も通じないようだ。俺は焦っていた。時間がない。どうする？見る。何を見る？店内。店内見回すと、そこには数人の男たちと酒を飲む東堂の姿があった。俺はためらうことなく、その輪の中に割って入った。東堂さん。ん？おう、神宮寺さんじゃないか。奇遇ですな。いえ、違うんです。ん？あなたの力をお借りしたくやってきました。みんな、すまないが、少しの間、席を外してくれ。あ、はい。男たちは席を立ち、東堂と俺だけがそこに残った。それで、どうしましたかな？どうする？話す。誰と話す？東堂。東堂さんの力をお借りしたい。よほど切羽詰まっているように見えるが、何がありました？恵子が撃たれました。撃たれた？どういうことだね？詳しく聞かせてくれ。はい。俺は東堂にこれまでの経緯をすべて話した。恵子がカジノ強盗の調査を俺に依頼したその理由が元夫にあったこと。恵子の元夫に殺人容疑がかけられていること。恵子を襲い連れ去ったのが曽根田組ではないかと俺が睨んでいること。東堂は俺が話している間、ただ黙って耳を傾けていた。わかった。そういうことなら力を貸しましょう。本当ですか？すぐに調べさせる。何かわかったら携帯の方に連絡すればいいかな。はい、ありがとうございます。礼ならいい。彼女の命を救うためなんだ。礼ならいいと言われたが、俺は深く頭を下げ店を後にした。夜風が冷たい。正直、これ以上どこを探せばよいかわからない。だが、何もせず、ただじっとしていることなど、俺にはできない。あてもないまま、俺は夜の街へと走り出した。神宮寺探偵事務所。朝日が昇ろうとしている。夜の街をいくら走り回っても、稽古の手がかりは何もつかめなかった。重い足取りで事務所に戻った俺を、陽子くんが出迎えてくれた。先生、お疲れ様です。それで、恵子さんは、
まだ見つからない。そうですか。どうする？話す。誰と話す？陽子。何を話す？若のこと。若は？先生のベッドで眠っています。そうか。顔でも見てくるかな。何も知らず虎のぬいぐるみを抱え、気持ちよさそうに眠る若。母親の命が危険なことも、ヒーローだと思い込んでいる父親が犯罪者であることも、この子は知らない。可愛らしい寝顔を見ていると胸が詰まる。可愛らしい寝顔ですよね。遊園地で遊んで随分と疲れたみたいです。そういえば遊園地に行ったのは昨日だったんだな。なんだか昨日のことがずっと昔のことに思えるよ。いろいろありすぎましたから。ああそうだな。とその時だった。俺の携帯が鳴った。東堂からだろうか。誰だろう。持ち物の携帯使う。俺は携帯電話を取り出し操作した。もしもし、神宮寺です。東堂だが、何かわかりましたか？ああ。曽根田組が他の組織と取引を行う際、よく利用していた廃工場があるそうだ。そこが怪しいと？うむ。どこなんですか？それが、工場の名が橋田であることまではわかったんだが、詳しい住所までは。すまない。これくらいしか役に立てず。いいえ、そんな。また何か分かったら連絡する。お願いします。電話を切った俺は途方に暮れた。橋田という工場名だけを頼りに、東京中の廃工場を一軒一軒当たるのは不可能だ。一体どうすれば？どうする？考えます。橋田という名の廃工場。名前が分かってても、場所が分からなければ意味がない。一体どうすれば？待てよ。もしかして明治組の今泉なら、その工場名に思い当たることがあるかもしれない。連絡してみよう。どうする？結構朝早いんじゃないの今。持ち物。携帯電話を使います。俺は携帯電話を取り出し操作した。トゥルルー。トゥルルー。呼び出し音が数回繰り返された後、今泉は電話に出た。もしもし、神宮寺だが。神宮寺さん、ちょうどよかったです。今連絡しようと思っていたところで。どうしたんだ？常田組のことを調べている中で面白いものを手に入れました。一気にビンゴと行きたいところだったんですが、ちょっと厄介でして。厄介？はい。できれば神宮寺さんに見ていただきたいんですが。わかった、すぐそっちに向かう。俺の方でもお前に確認したいことがあるんでな。わかりました。ではお待ちしています。ああ、また後で。どうする？じゃあ移動します。移動。陽子くん、今から明治組に行ってくる。何かわかったんですか？まだ何とも言えないが、ただじっとしていても仕方がないからな。わかりました。若ちゃんのことは任せてください。すまない。じゃあ行ってくる。よこくんずっとここ止まっちゃってるね。頑張ってください。よこくんに見送られ俺は事務所を出た。すっかり日は昇り、
新たな一日が始まろうとしている。今日こそは必ず稽古を見つけ出す。俺は今泉が待つ明治組に向かって走り出した。関東明治組の前までやってきた。どうする？移動。どこへ行く？中に入ります。俺は明治組事務所に足を踏み入れた。明治組に入ると今泉と数名の若い衆が俺を出迎えてくれた。朝早くからご苦労様です。お待ちしてました、神宮寺さん。待たせたな。早速だが話を聞かせてくれ。どうする？話す。誰と話す？今泉。それで何をつかんだんだ？曽根田組が他の組織と取引の際に利用していた廃工場があると分かりました。廃工場。それなら俺も知っている。橋田っていう名の工場だろ。俺がお前に確認したかったことはその工場のことだ。工場の名は橋田というんですか？もしかして知らなかったのか？はい。調べてもらってすまないが、工場の存在が分かっただけじゃ意味がないんだ。いえ、存在が分かっただけじゃありません。え？場所も分かります。本当か？おそらく。おそらく？どういうことだ？工場の場所を示す暗号を入手したんです。ですが、どこを示しているのか全く分からない次第でして。暗号？はい。神宮寺さんにお伝えしたかったのはこの暗号のことなんです。どうする？話す。誰と話す？今泉。何を話す？暗号のこと。その暗号というのを教えてくれ。はい。暗号は新宿。ああ、長い長い。SO1、S01 かな。S01、M08、E27。取引場所 S02、M09、S04、Y14、N09 の中間地点。取引場所というのが廃工場を示していると思うんですが、私らにはさっぱりで。神宮寺さん、わかりますか？ちょっと待ってくれ。考えてみる。どうする？考えます。新宿 S01 M08 E27。 新宿を示すのが S01 M08 E27 ということだろう。おそらくこれが暗号を解くヒント。このヒントの意味するところが分かれば、工場の場所もおのずと見えてくるはず。それにしてもこのナンバー、どこかで見たことがあるような。一体どこで？どこだったか。うむ。どこで？長い長い。俺はこのナンバーをどこかで見ている。記憶の糸を俺は必死に辿った。新宿駅。そうか、これは地下鉄の何？ナンバリング。駅のナンバリングだ。わかったぞ、今泉。え？一体何なんですか？地下鉄のナンバリングだ。地下鉄のナンバリング？ああ。誰か地下鉄の路線図を持っていないか？自分持ってやす。どうぞ。準備がいいね。そう言うと明治組の若い衆が地下鉄の路線図を俺に差し出した。
駅ナンバリングは地下鉄の各路線にアルファベットを各駅に番号を割り振り、その組み合わせを各駅のナンバーにするシステムだ。説明ご苦労。訪日外国人などに地下鉄を利用しやすくするのが狙いで、2004年4月から東京メトロと都営地下鉄で導入されている。つまり、このナンバーは地下鉄の駅を示しているんですか？今2004年って表記あったけど、もう16年経ってるのか。そうだ。S01、M08、E27 は新宿を示している。S は何線？都営新宿線。都営新宿線を示していて、M は何線？丸の内線。東京メトロ丸の内線を示している。では、E は何線？都営大江戸線。都営大江戸線だ。なるほど。地下鉄のナンバリングですか。では、これに従ってみれば、廃工場の場所も。S02、M09 は、都営新宿線02、丸の内線09の新宿三丁目駅。S04、Y14、N09 は、都営新宿線04、有楽町線14、南北線09の市ヶ谷駅だ。そして新宿三丁目駅と市ヶ谷駅を結ぶのは都営新宿線。この2つの駅の間に位置しているのは、曙橋駅だ。曙橋。では、この近辺で橋田という名の工場を探せば。東京中の廃工場を探すのは無理でも、曙橋付近だけなら可能だ。すぐに調べさせます。頼む。俺の考えはどうやら正しかったようだ。明治組の調べですぐに曙橋付近にある橋田という工場は見つかった。俺は今泉に礼を言い、廃工場へと急いだ。人気のない荒れ果てた工場。橋田という工場の名が記された看板は口、かすかにその名が読み取れる程度。東堂から得た橋田という工場の名。今泉から得た工場の場所を示す暗号。それら2つの手がかりをもとに、俺はこの地にたどり着いた。恵子、お前はここにいるのか？どうする？移動。どこへ行く？真っ暗だね。中に入ります。稽古、しっかりしろ。サブロー、そうだ、俺だ。しっかりしろ、お願い。ん？お願い。神谷を見つけて。お願い、サブロー。わかった、約束する。ありがとう。そうつぶやくと恵子は目を閉じた。おい、しっかりしろ、しっかりしろ恵子。傷を負い、苦痛に顔を歪めながらも、恵子は一通の手紙を俺に手渡し、そして言った。神谷を見つけて。俺は誓った。必ず恵子との約束を果たしてみせると。
はい、ご視聴ありがとうございました。結構見つかってよかったね、とりあえずね。命に別状がないといいけど。はい、それではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。